ウェルカムバックトレッツプレイメガマン。誰にしようか。そろそろ行くかじゃ、こいつ。いや、まあ、こいつ、有名だよな。有名っつうか、なんか、かなり、あれだろう。何回やっても、何回やっても、なんだこれは。うぃ！いきなりかよ。いきなりで。ここ難しそうだな。あ、結構俺多分ね、今までのね、なんつうの？あとこれ倒していくか、まず。これどうなってんの？あ、普通に。あはは。あ、消えはしないんだね。このプラットフォーム自体は。ほれ。危ない。ほい。あ、食らっちまったぜ。食らっちまったな。あ、やめて。あー、やめて。あー、焦りは禁物だな。ちょっとこれまずいね。これちょっとボス戦やられたくないんだけど、やられたらもうあれだぜ。今何機あんの？ちょっと、秋は。どうねえんだ。あ、ゼロだね。恐ろしいね。これは結構難しいんじゃないか。多分ね、4つ簡単なステージがあって、残りの4つは絶対難しいような気がするんだよな。ほっ！ニョキニョキって出てこないね。危ない、やめてちょうだい。もういっちゃおうか。まあ、食らっちまうけど。危ない危ない、やべやべやべ、焦る気持ちだ。もうここまで来たら焦る気持ちだ。もう普通に行こう。なんだこいつは。もうやめて。あ、これ乗ってくんだ。なるほど。これどうなんだ。また、これ難しいやな、これ。怖いやな、これ。おい。あれ欲しかったな。あのせいなんて回復するやつ欲しかったんだよ。これ、ね、なんか出てくんじゃないこの雲だから。なんか出てきそうだからな。ほい。あー無理。これね、もしかしてまた戦う、またなんか遭遇した瞬間復活してるみたいな、そういうパターンじゃないな。そんな予感が、ほら、やっぱそんな感じが。おい。おい。おい。よし。はい。はい。見えません。何も見えません。何も見えません。こうですか？わかりません。おお。やってくれんな。ほい。ああ、やったらな、一応。どこだ、中間地点は。これであれだもん、やられたの溜まったもんじゃないからね。やられたくない、やられたくないです。なにこれ。これ怖いんだけど。これ、な、足場あるよな、これ。もう怖えわ、こういうの見るのなるほど。何も見えない。この雲を活かしたなんか戦略があるんだ、きっとな。なになに、明日か。もうだいぶ来てんじゃね？これどこ行けばいいの？下か？これ、足場ある。もう怖えよ。なんかもうピューンとしてなの。てるんてるんてるんってなったもん。なりそうで怖いね。てるるるー。ダメダメダメ。行っちゃあかん。今行ってばあかん。あ、大丈夫かな？あ、よしよしよし。で、これで、ほい、ほい。よーし、いい感じだ。いい感じだ。ロックマンとか普通にやっても難しすぎだろだって。もうなんでこいつ。これでディフィカルとかハードモードだったらどんだけだ。敵が強いのかな。なんか敵がいっぱい出てくるとか。おお、まあ、いっぱい出てきたりとか。あ、これ隠れ通りだな。これで今いろいろ。あ、でも体力まだなかな。いけんじゃねえか。何回やっても何回やっても倒せないエアモン。そろそろ来たんじゃね。お、来たよこれ。何が弱点かな。なんかね、俺あの、そのこれ、エウだっけ、なんだっけ、あれ？リーフシールド？フェルじゃないって。これ違うよな。ウッド、あ、これか。ウッドマンだからダブルってことか。なるほどな。じゃあこれで行ってみよう。なんか、見たことある気がする。なんかすごいね、攻撃が激しかったような気がするんだけど、どうかしら。これいける？ダメ？全然ダメじゃん。え、これやばくね？ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待て！あ、ほっ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 。嘘、マジで俺まさかちょっとあれなんだろうな。なんかもうエアーマン本当に倒せなくて、なんかまさに本当に何回やっても何回も倒せねえみたいな。そう、なんかなんかもう早送りでつってなんかもうやるのかなって。なんかもうやるかなと思ったけど、へえ、意外とあれだな。そう、簡単に倒せたな。何、次何くれんの。アイテム2。アイテム 2?3 だったよね、さっきは。え、何 ?2? それともなんか、ステージになんか置いてあったか、それとも。2、ゲット、イクイプト、ウィッツ。何よ。アイテム2。ここです。赤い猫と。こんなにあっさりいくとはな。まさかのちょっと予想、完全なる予想外だった。もう1ステージあるから、クラッシュまでいけちゃう。なんか意外とあれだね。なんかすげえなんかもうロックマン、なんつうの、最初のやったさ、なんつうの、二つのステージがかなりもう、結構きちくだったから、なんかもう、
ってんだこれ。この音楽よ。またおめえらか。久しぶりだな。久しぶりだけど、そんな30分ぶりだよ。やめて来ないです、このストーカー動画。これどうやっていくの？あ、これ始まるか。なんかこのコミカルな音楽はなんか無限。あの親玉マザーストーキング野郎ちょっと倒せばなんかどうにか、もしかしたらこの問題も解決するんじゃないか。お、あのこいついたっけ、なんだっけ、なんか名前忘れたな。ヘッドマンだ、ヘッドマンじゃないかな、ヘルメットマン。なんだかな、ピーくんじゃねえや。なんだこれ。あ、そういう感じですか、そういう感じですか。まあ、あ、なるほどね、そういう。あーう、危ねえ。これはギリギリかな。ほい、まあいいや、ピーヘルメットくんでいいか。ジャンプ、ほいほい。時間を止めるさ、技使えばさ、かなりさ楽に倒せるんじゃない、楽に倒せるかな、楽になんか大した時に気がする。そしたらなんかもう全員の動きを止めてみたいな。だからこの入り組んだよ。たまらないね、マジたまんねえ面、たまんねえ面。あー、ロックまで来てもらいました。いや、落ちんのかよ、マジか。やめて、早くおいで。あ、来いや。あ、ロックまで来てもらいましたんだけど、俺ゲームボーイのロックもやったことあるんだよな。あのね、3かな、なんかゲームボーイのロッカーにもシリーズがあって、1、2、3はあって、わかんないね。なんかね、あるんだよ、なんか敵が出てくるんだよ、なんかね、バラード、スプラ、忘れてた、なんか忘れてたけどね。なんか3体の、まあ、普通になんつうの、あー、3体のなんか、まあ、魔物、まあ、なんつうの、まあ、ゲームボーイのロッカーはもう普通にさ、8体のボスと戦って、まあ、ドクターバイに捨てていくんだけど、まあ、それプラス、まあ、ライバルみたいな感じの存在としてなんかね、出てくんだよ、敵が。で、その中にもバラードってやつがいて、それをプレイしたことあるんだよな。で、何を言おうとしたか出てたもん。もう、ちょっと今、これに気を取られても何を言おうとしたかも出てた。だから何って話だけど。あ、別にいいけどよ。別にええけど。なんだこれなんだこの宇宙船みたいな物体は。顔に見えるな。あ、寒すぎるわ。ちょっと窓開けたからね、外マイナス20度くらいなのに、窓開けてるとかあれだもん。てか、むしろ窓開けずだから、もう力づくだけだもんな。でも凍ってんの、氷、アイスマンステージになってるから、もうなんか開けらんねえんだよな。俺、早く来いや。これは近づかないと、ああ、そういうパターンだったよ。まあ、そんなことあると思って。このコミカルな音楽と見せかけてもやることはなかなか言いづらいってことだね。えげつないってことですね。わかってますわ。早く撃って来いや。撃って来いや。なんかない。これ、ええってないね。ほい。お、これエアマンのやつか。ウッドシールド、ダメだった。バブルボンバー。なろ、やってくれんじゃねえか。マジ腹立ってしまうね。あ、やべ、やっちまった。ダメ。あー、まあいいや。まあ、使わないでこれ。じゃあいいや、これちょっと、あの、ギリギリまで。これ何、どっちが正解。ブン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 。うわ、見事に分かれたね。ちょっとこれ、やめて、ちょっとそういうことするの。道がいっぱいあるの、こんなに。どれが正解だ？これよ。無理だ。あ、こういう時にリーフシールド使えばいいのか。なるほどね。あ、いいじゃん。リーフシールド使うといいよ。これちょうどいいべ。ほら。これ。あ、これ自分にかけらんないね。かけらんないって。あ、今取ればよかったな。まあいいわ。そういうパターンですか。これさ、これできない、これで。あ、2って何これ。これ何、いいのあるじゃない。いいのあるじゃない。これ、いいね。よかったね。どっちだ、あ、取っとこう、あれ。ちょっとあれ、一応取っといた方がいいな。これでこぼせればいいんじゃない、こういう。素晴らしいね。で、これ一応取れば、まあ一応やられても、まあどうにかなるだろう。ちょっとこれさ、どっから打ち倒そうぜ。なんか、おぉ、なんだ。よくわかんない物体だな。無限出る気がまた。こっちに来ないで。あ、こっちに来るのか。何ステージなの？クラッシュマンだっけ？クラッシュマン何が効くんだろうね。いや、まあ効くかな。やってみようか。まあ結構いい感じで当ててるね。なんだろう、ボスの弱点っていうか。当たりますよ、鬼。当たりますよ、鬼。でー。おー、え？どういうことだ。ちょっと待ってくれ。いいのか、これは。これはいいのか。イールドエクスペクト。This is... お前。ね、やばい。クラッシュボンバー。クラッシュボンバー。あー、わかんないよ。ちゃんとな。じゃあ何が待っているのか、ファインターネクスト。次、この人が。See you。